詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます、こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらんにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週は比較的平穏に過ごせているんですけれども、きっとそろそろなんか娘が熱出しそうだなってなんとなく、察してます。今日も朝機嫌悪かったからですね、なんかぐずついてるような気がしなくもないし、仕事が若干ゆとりがある時こそですね、なんか保育園から電話がかかってくるんです。あ、せっかくこう仕事をやりきっちゃおうと思ったのにみたいな感じがあるので、今日明日は心配ですね。そんな感じでいきたいと思います。じゃあ、今日の、本題なんですけれども、今日はですね、丹田を使う、コツは、登山であるという、そういうテーマでお話ししたいと思います。先日ですね、丹田使えるようになると、これだけのメリットがあるよっていうのをお話ししました。じゃあ、どういうふうにしたらですね、丹田が使えるようになるのかっていうのは、過去にはもう何十回と話してきてるんですね。シンプルに言うと、遠くに声を飛ばすように、すると、そういう時の丹田の使われ方を意識するってことなんですね。おいおいというよりおいおいという時の丹田のキュッとなるようなそういう使われ方、こればっかり僕は話してきたんですけれども、今日はそれに加えて新しくですね、昨日今日でちょっと見つけたこの登山のイメージ、これも大事だなっていうのが分かったんでですね、それをお話ししたいと思います。登山のイメージ、山登りですね。まあこれが見つかった経緯はですね、もう最近僕ちゃんと練習してるんですけれど、近々詩吟の講演が、詩吟の無料体験講座があってですね、そこでだいたい1時間に僕は最大6回ぐらい吟じる予定なんですよ。で、そんなに1日に短時間で発生していること最近は全然やってないから、多分声が枯れたりして大変なんじゃなかろうか。じゃあ今のうちに、練習しないとっていうことで、30分間で6つ吟じる練習をしてるんですね。9月に入ってからなんですけど。で、どれぐらいかな ?9 月、まあもう、うん、まあ1週間以上はやってるか。なんですが、それをやっているとですね、初回はもうあっという間に声が枯れました。もう最後ら辺は結構使い物にならないぐらいの状態になったんですけれど、最近はですね、今喋ってる声聞いてもらえればわかるんですけれど、結構全然特に、枯れることなく吟じ切れるようになってきたんですね。うん、早いなと。こんなに効果出るかと思ったんですが、そこで特にしみじみ感じているのがですね、この丹田を使うときね、ですね、これ今までは、なんというかな、詩吟というものそのものを僕は新幹線とか、ノンストップの電車みたいな、そんなイメージを持っていたんですよ。どういうことかというと、まあ吟じ始めたらですね、もうその2分間、ある意味もう、ノンストップで、半分はなんか、オートモードで、自動モードで、もう走り切るみたいな、そんな感覚なんですね。でも、この体力を次も気をつけながら、だけれど丁寧に吟じ切るっていうのをやっているとですね、これはこんな一気に走り切れるもんじゃないんですよ。走り切ろうと思ったらですね、なんかそんなんで6回とかとてもじゃないけれど持たないんですよ。そうではなくて、一吟一吟登山なんですね。登山、どういうことかというと、丹田を使うべきところは本当にいっぱいあるんですよ。まずはもう吸って吐いて、吸って溜めて、この出だしですね、分水と、でこの出だしでまず丹田をキュッと使いますし、そこからイー、この音の接地音の中の音の上げ下げ、これが微妙であったりすればするほど丹田をクッとかですね、やったり、イー、シュクシュク、この、止めとかですね。で、夜か、あ、おーっ、で、こういう上がるところとかは、ちゃんと上がりきるためにも、この丹田での下支えが必要になってきます。こんな感じでですね、
本当に吟じるところに丹念を意識すべきポイントが山ほど見つかってくるんですよ。そして、この山ほど見つかってくるこのポイントをですね、一個一個ちゃんと真面目に丁寧に踏みしだいていかないとですね、喉ダメになるんですよ。で、やるたびにですね、喉は疲れないんですが、本当に丹念疲れてくるし、精神的にもですね、わ、またか、ここか、もう一個か、みたいなのをですね、本当次に来る山を一つ一つ越えるというか、山というかですね、山に向かって、このジグザグした階段、小さな階段とかの山道をですね、一歩ずつ本当に上がっていく感じなんですよ。で、これで一歩、一歩、あ、次、天空。で、天空のところも、1、2、3上がっていって、で、ようやく結空でも結空の方も、ここも油断せずに、ちゃんと1歩、2歩、3歩で最後止めて終わりと。ふぅ、みたいな。で、じゃあその次の銀も、1歩、1歩、1歩っていう感じで、その度にこの丹田をですね、意識していくんですよ。キュッキュッキュッと。毎回絞ってるかというとそうではないんですが、絞り続けている状態。また、そうですね、絞り続ける、って言った方がどちらかというと正しいかもしれないんですけど、まあそれでもですね、ポイントポイントでよりその意識を深くしていくという作業が、延々とやります。2分間がですね、長い。立志とかですね、辛いです。立志はもうなんかはしょりたくなりますね。勘弁してくれと、そんな感じなんですよ。だからですね、今まで本当に僕は丹念、ポイントポイントでキュッキュッキュッってやれば、もうあと、詩吟自体が、新幹線のようにビューンと、この埼玉から仙台とかですね、一本で行きちゃうんですけれど、そういう感じでビューンと行くような感じではなくてですね、もうそんなスピードで行けないから、行っちゃいけないんですよ。一つ一つ丁寧に丁寧に、この一音とか一言とか、そういうものをですね、丹田にその度に意識していかないと、丹田を使った銀というものはですね、ならないんだなっていうのが今ようやく気づきました。ただ本当にそれをやれればですね、だいぶ丹田も鍛えられますし、声が枯れないわっていうこの効果が結構早まるんじゃなかろうかなと思っております。ということで、この詩吟チャンネルももう400何回か忘れましたけれども、それぐらいになってようやく新しいこの丹田の使い方というものが分かりましたので共有させていただきました。コツというよりはですね、なんか姿勢ですね、決して楽な話ではないんですけれども、ぜひぜひこれを聞いてくださっている詩吟に真面目な方はですね、頑張ってみてもらえればいいかなと思います。丹田疲れるんですけど、まあその疲れこそが頑張った証拠ですね。一歩一歩頑張っていきましょう。あとはですね、ちょっと宣伝がありますね。去年の4月、もう1年半以上前に、僕が執筆した詩吟の教科書初心者編という電子書籍があります。Amazon で詩吟の教科書で調べたらもう僕の猫ちゃんアイコンが出てくる本があるんで、そこもしくはこの、動画のタイトル概要欄、タイトルクリックしたら概要がブーッと出てくるんで、そこにもリンク先がありますので、そこから購入して読んでいただけたら嬉しいです。今月もう3名の方がですね、購入してくださって、しかも結構読んでくださってるのもわかるんですよ。電子書籍だから。いや、それ嬉しいなと思っております。で、これがですね、音声でも聞けるようになってます。だから忙しい方とかはですね、家事とかしながら、掃除とか散歩とかしながら、音声で聞くということも Amazon Audible というので、やれます。で、本来これ月額1500円かかるサービスなんですけれども、ちょうどですね、直近、もう始まったかな？9月2日とかかららしいんですが、また2ヶ月間無料のキャンペーンがやっているので、月1500円が2ヶ月無料になります。だから今の時期に始めて2ヶ月以内にやめても大丈夫ですし、その Amazon Audible で入ったら、そこで僕の詩吟の教科書を検索してもらったらですね、僕の音声で喋っているこの詩吟の教科書を無料で聞くことができます。だから完全に無料で聞きたいという方は、そっちの方がむしろおすすめですね。ということで、ぜひ、この機会に、この無料キャンペーンの機会に、この Amazon Audible、それのリンク先も概要欄にありますので、ぜひぜひ、活かしてみてください。
よし、では、後半一つ吟じたいと思います。今日はですね、多分これ吟じるのすごく久しぶりなんですけれども、有名なやつですね。松口月上作、瞑想日本語です。で、これは今回あえて間に、黒田節もですね、洋曲を一つ挟もうかなと思います。これももしかしたら、近々ある詩吟の公演でやっても面白いんじゃなかろうかなとか思って、そう、それもテストも込みで吟じたいと思います。ちょっと詩文はあるんですが、内容はない書いてない教本を今手に持っているので、詩文だけでご容赦ください。瞑想日本語、松口月上。美酒元来我が好むところ、都杯傾け尽くして人共闘す。酒は飲め飲め飲むならば、日の元一のこの槍を飲み取るほどに飲むならば、あ、これぞ誠の黒田節。雇用一曲芸場のうち、飲み取る瞑想日本語。これはもうもう書いてある通りですね。もう瞑想日本語。あれこれって、福島。正則だったっけ、間違ってたら申し訳ないです。福島正則の前が、豊臣秀吉が、福島正則に与えたんだっけ。でもそれが確かもっともっといろいろ遡って、だいぶ由緒がある、違う、でもそこから黒だ、いろいろありますねこれ以上今全然ない知識で喋れば喋るほどダメなんで、むしろコメントの方で教えてください。では、こちら吟じていきたいと思います。瞑想日本語、松口月上。美酒元来我が好むところ。はい、傾け尽くして人共闘す。そうは飲むならば、日の元一のこの槍でしたでしょうか。
頑張りました。結構頑張りました。まあ、あの、黒田節のところは、まあ、正解がどんな感じかあんまり正直よくわかんないんでですね。昔々に先生に教わったやつを、しかも先生もですね、なんか本来の黒田節はこれの2倍ぐらい遅いんだよっていうふうにあの、言われたんで、まあ、僕なりにだいぶ、ただこれ以上遅くすると、なんか銀とのバランスがあまりにも、みたいな感じで、それっぽく、歌ってみました。歌いっていうのかな？洋曲っていうのかな？ちょっとそれすら怪しいんですけれども。まあ、あの、こういう詩吟も、やっぱり楽しいんじゃないかなと思って、今度の講座で最後披露するやつで、銀字で見ても、うん、黒田節もやっぱ有名ですよね。武田節、黒田節あたりは有名な気がするんで、そのあたりも、いいかなとか、もうそろそろ迫ってるんで、そんなのんびり考えてる余裕はないんですが。まあ、あの、より楽しいところへですね、頑張って、楽しんでいただける、詩吟講座にしたいなと思っております。ではでは、今日はこんな感じですかね。明日も通常配信して、あとは大腸カメラを受けて、何事もないことを祈って、行きたいかなと思っております。ではでは、詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。